ちに行きましょう。プレーオン。いや、経験積んでいくかというのも見ていきたいなと思います。これからフィールド上は始球式ですけれども、いつもね結構あの日本海リーグ同士のねゲームの場合、石川ホームの時って学童野球の子どもたちがこう国歌斉唱したりとかで始球式したりとか、バットボーイボールボーイしたりとかね、なんですけど、今日はねこう始球式がグッズを買った方から抽選らしいです。それあの僕ホームページで見ました。先着1名だったので多分間に合わないだろうなと思って買おうと思ったんですかみたいな。いやちょっと1名様に始球式の、ワンボール2ストライクから4球目空振り三振。いいボールでしたね。ですね、はい、はい、なんとかランナー1人出しましたが、ワンボール2ストライクから4球目空振り三振。いいボールでしたね。ですね、はい、はい、なんとかランナー1人出しましたが、したくないらしいんですよ。あ、そういうことですね、うん、見たことがあるんですよね。印象があるんですよね。金沢高校で3対0で勝ったとかありましたからね。そうですね。おお、三塁線抜けていった。川崎1塁蹴って2塁へ、絵は行きません。自重しましたね。今、まあ、いいボール勝ちになれるとかね。セカンド
なんとか内野安打で1点取りました。辻さん、はい、なんとか、まあ、うん、おー、空振り三振に切って取りました。最後の抽選会となります。皆さん、お手持ちの半券にご注目ください。そして三方がオープンカーでやってまいりました。それではいきましょう。まず阪神タイガーススタメン選手と和田監督のサイン入り色紙、こちら6名様にいます。はい、1人目ナンバー2172172。全国のガソリンギフト券取り扱いスタンドで使えるギフト券1万円分、こちら1名様に。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。